タナちゃん入ったよ。そうです。なんかパパがカホの T シャツ着てるって。俺のクローゼットに入ってたから、てっきり俺のなのかなと思って着ちゃったんですよ。私のです。これがサイドアイと一緒。あなたたちに運動不足を解消していただこうと思って。そうそう、ママとパパが一番運動不足なんだけど、ママはさ、カメラ回さないといけないからしょうがないじゃない。しょうがないじゃない。あの、じゃあやる。いや、ママちょっとすっきりだから。ママにマスクやってるから。じゃあ分かった、こうしよう。お金をあげますよ。これバカさん何の話してるの。お小遣いを稼ぐんですか。別に、もうそれもいらないって。1腹筋、1腕立て伏せ、1スクワット、10セントです。少ない。1ドルでしょ。普通。ははー、それダメでしょ。それは自分でやったお金で今日のおやつと夜ご飯を稼いでもらおうかなと思ったんだけど、10セントは無理だよ。だって50ドル稼ぐためだけに500だ。そうだよ、500すればいいじゃん。邪魔もない。邪魔もない。1000回だから。1回で1ドルってこと。10回で1ドル。50回やっても5ドルダメでしょ。じゃあ早い者勝ち。スクワットか腹筋か腕立て、どれがいい。スクワット。はい、腕立て。 This is the easiest one。 スクワットが一番。でも見てよ、スクワット。はい、パパやってごらん。スクワットってこれを。全然大丈夫。腕立てを取るのが間違ってると思う。いやでも可能性は実は腹筋より腕立ての方ができるのかもしれない。本当だ。1ドルにしてよ。ダメだよ、1ドルだったらそれもう上げすぎだもん。100セント1年だ。50セント。分かった。おやつは10セント夜ご飯は。ダメだよ。だって残ったお金お小遣いにしてあげるって言ってるのにさ。いや分かった、まずは10セントでやってみようぜ。これでいい。それはあんまりでしょ。ちょっと頭こうやって、もうちょっとした1。はい。え、そんなんでいいの。ダメなの。いやいや、1、2、3。自分の数えて。7、8、9、10、11、12。20。こいつはそれで2ドル。じゃあパパも2ドルまでいって。パパもうちょっと上だって。ちょ、低すぎる。低く、なぜこい。いや、もう結構。いや、パパもうダメなの。今パパ10だよ。ちょっとやめて。はい、最後4回。はい、パパも2ドルです。やっと2ドル。あ、なに、みんなで暴力にする。パパ6ドルだよ。そう、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
せいちゃんのこれ許せますか？This, me, push up. OK にしよう。But then this. あー、もういかない。Easy, easy. Push up 一番大変だもん。よし、30になりました。さっき8ドルだったから9ドルだ。6回やった。4回やったら10ドル。4回。もう腕がダメだ。いいよ、2で、2でいいよ。お、すごい。10。で、カホがじゃあ6回足したらそれで2ドル足せるから。でも今10ドルでしょ。2、3、4、これで11ドル。なんかおやつ買うの？それとももうおやつは家にあるものにして夜に持ってってお小遣い稼ぎをするかな。母ちゃん来週友達と映画見に行くんじゃないの？お小遣いいるんじゃない？いや、なんかあの欲しい。あ、ケチャップ、ケチャップ。せいがまた笑ったよ。シスコッチに座って。シスコッチ。シスコッチ。シスコッチじゃないよ。あなたは腕立てってきましたね。オッケー。夜ご飯どうするか決めよう。さっきいくらいるのかさ、だいたい。あ、てかもうすでに放心状態。焼肉でも食べ行くか。無理に決まってんじゃん、そんなの。焼肉一回行ったら4人いくらだっけ。200ドルぐらい行くよね。オッケー、じゃあ200ドル頑張るか。ママがね。今何ドル？俺は今11ドル。安いくて美味しいもの。うん、中華。昨日食べた。あれ、サブウェイとか行っちゃう。サブウェイとか夜さんってさ、寂しいじゃん。ってどのくらいなの？焼き鳥。焼き鳥は200ぐらいすんじゃん。よーし、じゃあ200を目標に。焼き鳥だけだったらそんなにかかんないけど、150ぐらいか。よし、じゃあ150で出していこうか。66。カホもう4回やって。70。7ドル今ので。あ、7ドルね。私20回やる。じゃあ今からカホが20回いきます。 GO！ 俺も一緒に行く。はい、ワンゴーリゾー。さあ、はい、これで40回の4ドルだから18+22ドル。150のドルまでいくよ。ちょっと一回休憩しようか。せい、あなた大丈夫かい？せい、腕がやばい。腕が動きって言った。カホ全然できるけど。カホ太ももパンパン。No? いや、おかん。カホちゃん、ちょっとやれるとこまで続けて。9、2、言うて。1、3、数えて。5、6、30。25ドルですね、これで。どのぐらい30？おやつに使っちゃうの？おやつに使ったら終わりだよ。こちら今250回だ。そう、みんなでだ。おやつは家にあるものにするそうです。じゃあおやつ売りますよ。牛乳1杯。いやいや、2ドルです。おかしいやろって。お金、そのアポロ1個1ドルです。いや、おかしいやろって。とりあえず25ドルで一旦休憩入りますよ。Soon after.
と皆さん、おやつの後1時間ぐらい経ってますけど、あなたたち何されてんの？何されてんの？ちょっとまだ25ドルだよ。外暗くなってきたよ。夜ご飯大丈夫なの？25ドルしかなくて。じゃあ全員で20回いきますよ。せーの、せーが1しかできなかった。あ、じゃあラーメン20いきます。はい、せーダメだ。ちょっとせー1回置いとこう。パパとカホでいきます。せーの、1、2、よし、これで40ドルだから29ドル1回もできない。もう10回やって30にします。はい、俺ももう10回いける。せーの、10、これで31ドルですね。よし、あと20やって35ドルに持っていく。 OK。 15、16、18、19、20、21、これで35ドルです。せい、マジ1回もできないの？おい、せい、ちょっと貢献してもらって。せい、5回行こう、5回ちゃんとカウントしてよ。1、2、3、9、10。おいし、これ36、11、13、14、15、15。とにかく5回やって。5回、2、3、4、5、4、5。え、これでいくら？分かんなくなっちゃった。37ドルもいらしたね。もう5回、ちょっとギリギリまで。1、ダメカブ、ダメダメダメ。2、もっとちゃんとスレスレまで。すごくないせい、40回ぐらいもやってんだよ、腕立て。いや、体が軽いっすから、あれ絶対腕立て子供の場合。そんなことないよ。膝ついていいんやろ。手もっと前、そこ。なるほど。1、2、3、4。10、これで41ドル。ここの筋肉がやばいね。 No, no, this is bicep and this is tricep。 今それ2して数カウントしてたよ。もう8回してごらんせ。ね、頑張れ、頼む。もうプルプル。せ、もう8回頑張れ。せ、もう8回ダメだ。頑張れせ、頼む。1、2、3、4、5、6、7、8、さっき8回やって、それで10回になってたから今18回。まあ20回にしといてよ。ダメ、じゃあカホが2回、じゃあカホが2回、じゃあカホが2回。ダメだよ、ちゃんと。1、2、これで20回。44ドル、とりあえず。でも150万ドルまで時間ないよ。今何時？6時回ってる。50ドルまで乗せようや。50ドルってことは5500円ぐらい。
普通夜ご飯足りるよな、3人分ぐらい。いや、彼女と足りない。あと何回？あと何回やればいいの？60回。私じゃあ40回やるから2人が10回。あ、優秀です。手、腕立てもきついんじゃないか。じゃあ、スクワットにしていいよ。やった。腕立て行くの？じゃあ、背、腕立て行くな。行きます。1、2、10、11、12。パパ13しかやってない。10まで行って。10。20。私じゃあ26回やろう。 OK。 11。これ残酷な紹介者、残酷な企画。60度まで行けばさ、1人20ドルの何かを食べれる。そうそれ結構見えてくんじゃない。あ、ママの分もね。ママの分もね。いやだ、ママは働いてないから。ママやってよ、じゃあ自分で。顔してんな。そりゃそうやろって。だって60にするにはあと100。あと100。40、30。今悟空って。ちょっと5分だけ休ませて。OK。 じゃあ休みれば。休みやりすぎた。 5 minutes later。 5分休憩してる間に焼き鳥の値段を調べさせていただきました。カナダ焼き鳥めっちゃ高いですね。6本ぐらい串が入ってるセットがあるんですけど、それが28ドルです。28ドルです。今50ドルだから3人で。30ドル遠すぎるよ。もう10ドルしても3人で2パック2パックを3人で分けると、うん、そしてご飯とか自分たちでご飯炊いて焼き鳥を2セット目標の60ドル貯めて食べれるのはそれだけでしょ。そう。うお、せちがれ。高っ。90ドルまでいけば1人1パック1人6本食べる。400回やるってことだよ。うん、今から400回。今から400回。ちなみにザルそば15ドル、うどん20ドル、うな重49ドル。それ1個しか頼めんじゃん。65ドル稼げば焼き鳥パック2つ、ザルそば1個頼めますよ。ザルそば取り合いになるじゃん。でザルそばちょっと分ければよくない？いや、私全部食べる。それか焼き鳥を諦めて、うん、ザルそば、うどん、うどん、うん、でもさ、ちょっとタンパク質足りなくね。やっぱりいいんだよ。焼き鳥1パック頼もうぜ。じゃああと100回。100回はいける。じゃあパパが100回全部やるって。100回全部やるって。カホ40回パパ40回。パパ焼き鳥2つ。質素な夜ご飯やろう。せーの、1、2、3。何カホ痛いの。4、20。はい、せー、ここでここせーに入って。せーのペースでいきます。いくよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっと、せーの、
2 ダメだ、せーもうダメだ、せー3だ、15回ぐらいやってる。パパのスカホがあと10回すれば。せーの。5、6、7、8、9、10。これで6、10なる。感想は？もう二度とこの企画はやらない。感想は？感想は？感想はママオニーママオニーママオニーはい、夜ご飯が来ましたよ。これだけ嘘でしょ、これでなんか600回。ママも食べていいの？ダメだよ。カオちゃんつくね。パパはさすがにこれね。え、それ10ドルだからもう。いや、家にあったやつやろって。もう一回やってよ。ふざけんなよ。てかやばいな、この栄養の偏り。まあ、じゃあママが今からサラダだけ作ります。ママ大変ね。これで60ドル高すぎだろ。まだ手が痛い。そりゃそうだ。